やハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人こと町田予言ハマーです。はい、現在12月7日水曜日の午後3時22分ですね。はい、ちょっとね、昨日おとといと、のっぴきなる事情でちょっと休養が入ったんで、かけ狂い1話見てから4日空きましたけどね、ようやく続き見ていけると思います。ということで2話ですね。でこれちょっとね、録画していただいたものを DVD にしていただいたんで、ちょっと CM がどこで入るか分かりませんので、タイマーなるべく頑張って合わせていきたいと思います。はい、それではかけ狂い2話ですね、いきましょう。はい、3、2、1スタート。名前、夢こと、夢こと呼んでと。500万もらったもんね。どんだけ金持ってんの、ジャパミミコ。うおー、サオトメモリがえらいことになってる。おお、どんな学校やな、これ。しかし、あんだけもてはやしたのね、一話で。まあ鈴井亮太もこうなってたもんね、一話で。ちょっとだけかわせようかな。今のところ1話ちょっと見ただけでわからんかったけど、まあ、あの投票じゃんけんのそのイカ様のからくりをこう見抜いた、まあ方法、からくりはおもろかったですね。すげえと思った。マッパ、あ、そういえばなんかあれやな、生徒会長かなんか出てたな。あー、ちょ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 、そうやった、忘れた。ちょっと今1秒ぐらいずれたかな。あ、はい、ちょっと今提供、はい、ってことで A パートですね。3、2、1、あれ動かん、なんで。3、2、1、こんなもんかな。にしてもよ、どんな学校やねん。生徒会に上納金、
前回ちょっと3000人ものかい。これ、社長、課長。桃バミキラリ。ほら、桃バミなんとかやね。おもろーってなってんじゃん。こっつ変態なこれ。あれ、オープニング映ってたかな。あ、来た。スメラギイツキ。つまんない女って。スメラギってコードギアスやん。あの、あれね、交代してんかのコーでスメラギやんね。しかも800万しょってるからね。そうか、やるしかないのね、これ。ダブル神経衰弱、2枚ずつ。あ、デッキを2つ。あ、なるほど。2000万。はあ。言いたいわ、言いたいな。バイシクルみたい。ピオバック。
ちゃめちゃ宣伝してんな。ちゃんとポーカーサイズやね。トランプにはポーカーサイズとブリッジサイズがありますからね。おお。マクドとかなってへんやろな、これ。マークドなわけないか。あ、出たぞ、だよ。おお。まあ、ちょっと真っ向勝負っぽいな、今度は。いや、これやっぱマークドやな。絶対マークドや。違うんかな。ああ、ちゃうわ、ちゃうわ。あ、いつ来たああいう字なんや。記憶力がすごいってことや。マークドじゃないな。世界記憶力選手権か、これは。うっとし顔、CM かな。外した。え、マークドじゃないんかな、やっぱり。2000万だけ、友達ゲームやないか。何や、あ、爪を剥がそうとしてる。うわ、え、生爪ちゃうやろな。きっしょ、おい、きっしょ、何してんねんこいつ。おまともなやつおらへんのか、ここ。
なんやねんこいつは。ハッピーシュガーライフや。あ、今日ここからね。はい、じゃあ、B パートですね。はい、行きまーす。3、2、1、スタート。なんか見抜いたんやろな、さっきで。マークドじゃないの、やっぱり。生ハムで全部10本全部。めったに。足もかい。マークだろ。ああ、や、絶対マークだろ。マークドでもなかった。石膏特殊マークドデッキか。夢子も気づいたんかな、これに。おお。ああ、なるほどね。外した？外した。あ、お、マジか。ほほほほほ。すげえな。
鈴宮春日かな、怖い怖い怖うわ爪恐怖中村慎介ですか顔芸アニメやなこれ。誰やこれは。なるほど。生徒会長からえなんかももばみなんとかね、この学校何か変態博覧会かこれは目ありやね。4960万。これ生徒会のやつやな。あ、終わった。ちょっと後でもう一回キャストを見させていただきます。沢城みゆきさんがいたな、とりあえず。なんとも
複雑なアニメやな。どう見たらええんかがわからへん、これ。おもろいわ。はい、じゃあ。次回予告。はい、次回予告。3、2、1、スタート。糸目の女。ああ。24分20秒ないね、これ。ちょっと。多いな、しかしこれ。あ、桃バミて、ジャバミのバミと一緒か。でも、キャスト欄で見たら、早乙女メアリーが2番目なんやね。1番でも同じこと言ってたかな、どうだったっけな。桃バミキラリが、沢城さんか。五十嵐、聖火、清か。福原彩香さんね。読みつきルナが誰かわからんな。ウドのまゆさんというのか。で、これ生島なんて読むのこれ。未亡人の亡んやったっけこれ。で、豆生田、いや杉田さんいるのね。で、夢読めへんこれ。芹沢優さんね。で、すめらぎつき、あ、わ、若井由紀さんだかい。お、芹沢優さんと若井由紀さんって役ならマグカップの2人が並んどるな。あ、山下七海さんもいるね、女子会。はい、まあということで、まあ今回ね、このスメラギ樹、上納金だけでこう、生徒会に入ってきたメンバーですか、1年生。トランプでは無敗。まあそれはね、あんな特殊なマークドデックを使ってたら、うん。まあすごいけどね、その 2,3 分で消えるものを全部覚えてるっていうのもすごいけど、あとは桃バミキラリ、これが、中間一貫校やけども、高校から入ってきていきなり生徒会長を下して生徒会長になったと。で、今のところこの早乙女メアリに関しても、このスメラギイツキに関しても二人ともイカサマしとったけど、ちゃんとした勝負師はおらんのかここ。だからその生徒会も全員イカ様の達人ということでええんかな。そしてこのジャバミ梅子に関しては、そのイカ様を見抜く能力プラス、まあ凄まじい記憶力だとか、メアリーの時もそうやったね、あの、何だっけ、なんとかポーカー、じゃんけん、じゃんけんポーカーだっけな、ポーカーだな、なんかそうなんでしたね、やったけども、うん、はい、まあとりあえず毎回、あ、なんじゃこいつ、吉祥と思わせてからのスカッとさせてくれるっていうのが続いていくんかな。で、今度糸目の女、ちょっとこれまだ名前が分かりませんけども、果たしてね、メアリが4800万なんか背負ってましたね。どうなるのかね。あと1期見た後に知りました、これ2期あるんですね。2期も多分サブスクないやろから、2期がもしあった場合はもう絶対に見られません。ちょっとそこしまったなと思ってますけどね。はい、まあとりあえず頑張って見ていきます。残り14日ですね。はい、かけぐるい2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介ですね。はい、興味のある方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、子供向けのパフォーマンスやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えてくれて、主に子供向けのパフォーマンスを保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやってますが、現在ね、コロナの影響でもう2年10ヶ月ほどほんまにまともに仕事がございません。貯金だけで何とかやってます。で、来年からね、インボイス制度、ちょっとまだよく分かってないんですけども、複数の声優さんも反対の声を上げてますね。これがスタートすると、低所得者には大ダメージだということです。まあ僕も見ての通りですからね、やばいと思いますけども、果たしてどうなるか分かりません。そんな中でアニメのリアクション、一応頑張ってます。今日で986日ですね。はい、一応1000日までは全力を尽くします。その後はそこから考えます。で、去年2000本以上の動画がね、多分推定ですけど消えたと思いまして、それを乗り越えてやってますが、13年以上使ってきた、ね、パフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、こちらね、現在はこちらをサブチャンネルとしてアニメのリアクションで残し、本職のチャンネル新たに9月14日に立ち上げました。ぜひともこちらの応援もよろしくお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿しています。URL は
説明文になります。で、過去のアニメリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。